ゴッフレード・パリーゼは、イタリアの小説家、ジャーナリスト、脚本家、劇作家である。日本で出版された書籍では、ゴッフレット・パリーゼと表記されているものもある。1929年12月8日、イタリアのベネト州ビチェンツァ県ビチェンツァに生まれる。1956年に公開された、エルマンノール・ノ・オルミ監督の映画、ミケリーの 1AB の脚本を、 オルミと共同で執筆して映画脚本家としてデビューしている。1965年、小説イルパドローニーで第32回ビアレッジョ賞を受賞する。1977年に、トニーのチルビ監督の映画リトラット・ディ・ボーグ・ジーズ・ワイン、ネロの脚本が映画界での最後の仕事となり、小説等の著述業に専念した。心臓発作で倒れた後、1979年に、 書き終えた小説、地の匂いエル、踊れデルサングエは、没後まで公開されることはなかった。1982年、小説エルシラベリをエヌ2で、第36回ストレーガ賞を受賞する。1986年8月31日、ベネト州トレビーゾ県トレビーゾで死去した。万56歳没。1989年、 フランス・パリのポンピドゥセンターでパリーゼに関する大きな展覧会が開かれた。1997年未発表小説地の匂いがイタリアで初めて出版され、2004年にはマリオ・モルトーネが監督して映画化された。国立国会図書館蔵書等ありがとうございます。